こんにちは、ピーです。ハリー・ポッター魔法の学生通り4年生来ました。7月24日メンテナンス後なんですが、新たな始まり、はい、行きます。向かう。おー、綺麗。グワーツに戻れた。家族といるのは嬉しいけど、今じゃお城が懐かしいね。ダニエルはどう？学校に戻るって嬉しい？嬉しいさ。俺はエスメのことが好きだが、彼女は心配性だな。去年のあの出来事から、彼女は俺の能力をもっと信頼してくれると思っていたが、今はほとんど俺から目を離さない。あなたのお姉さんだからしょうがないでしょ。心配するのも当たり前。まあ少し面倒だな。夜中にこっそり抜け出して息抜きするしかない。もちろん材料集めもするけどな。あれ、もう魔法薬を作り始めたの？少しだけ。もちろん練習用だよ。今年は絶対に完璧に仕上げる。ダニエル、あなたはすでに私たちの学年で一番の魔法薬師よ。学院すべての生徒の中で一番になりたいんだ。絶対になってやるさ。俺の今年の魔法薬は完璧なものになる。すべての材料が揃って、見ろ、生きたビリーウィグをこんなにも手に入れたんだぞ。原産地がオーストラリアだと思った。その通りだが、俺には自分の調達ルートがある。近づくな。人差しでもされれば学校まで浮いて帰ることになるぞ。前にエスメがこいつらに刺された時は、午後の間ずっと天井に頭を押し付ける羽目になった。未成年の魔法使用で魔法省に捕まらないのは運が良かったね。魔法動物は関係ないの？私もよくわからないけど。アイビーみたいなことを言うな。でも彼女が列車に乗っていないのは驚いた。お姉さんと一緒にいるのか？多分ね。ウィニフレッドは学校が始まる前に試験があると言っていた。だから早めに学校に戻ったのかもしれない。アイビーのお姉さんが帰ってきたのは確かに奇妙だね。奇妙で怪しい。ウィニフレッドが聖マンゴ病院に3年も入院していたのに誰も知らなかったなんて信じられない。何の用だ、カサンドラ。明白でしょ。アイビーは厄介者だと言ったはず、何年も前に。ところが今、彼女は気ままに姉を見つけて英雄になったとでも？ヨタ話もいいところね。カサンドラ、私たちはみんな現場にいた。すべて真実だよ。いずれにしても、私からアイビーとウィニフレッドを遠ざけてちょうだい。同じ目には会いたくないから。特に今年は大事な時期だから。面倒なことに巻き込まれるのはごめんだわ。大事な時期？復路試験のことか。それは来年の話では。私が言っているのは国際試合のこと。父が数週間前に教えてくれたから準備万端よ。でもあなたたち二人が準備したところで無駄ね。選ばれるのは優秀な生徒だけだから。
あなたたち二人は平凡そのものだわ。カサンドラ、学校の男子の多くがお前に夢中なのは知っているが、俺にはお前が人間味のないやつに見える。ダニエル、ペットとお楽しみなさい。そうね。ケージに戻さないと刺されるなよ。現れたみたいね。ビリー・ウィグの仕業だ。だから注意するように言っただろ。一体何が起きてるの？もしかして決闘？見逃しちゃった。ごめんロビン、カサンドラが来ていたの。どうして彼女とやり合ったのですか？彼女にそんなことする必要はないでしょ。そんなことどうでもいいじゃない。もうすぐ学校に到着するよ。行こうケビン。手をつないでるの？ええ、キングスクロス駅から先はあんな感じでした。絵を描きましたよ、見てください。え、あの二人は本気なの？付き合ってると思う？そうかもしれませんね。ケビンに聞きましたけど、彼は慌てて話題を変えましたよ。そしてロビンは隣で笑っていました。あ、私もローブに着替えないと。あなたも着てくださいね。それじゃホグワーツで会いましょう。何があったか知ればきっとびっくりするよ。あ、制服に戻ってる。どうしたの？お姉さんは？私は…待って、ペンダントは？瞳の色、新しい、それとも…あ、ウィニフレッドなんだね。セーマンゴ病院で会ったことがあるよ、覚えてる？ああ、お姉さんなんだ、うん、そうよ、こんにちは。あ、だいぶ雰囲気違うね。ワクワクするでしょ。組分け儀式の時、私もそうだった。あなたもアイビーと同じようにグリフィンドールに入るに違いない。ここは一番の寮だからね。そうかな。あれ、なんか違う感じだね。もちろん。他の寮も悪くないけど、スリザリン以外はね、ちょっと頼れないかも。そういえば病院で話したことについて聞きたいんだけど、私を見てる人って誰なの？ごめん、覚えていないの。ずっと寝てたから、起きた時は何もわからなくて。わかった、多分あれは夢かもしれない。そうだね、多分。ん？ああ、本物のアイビーと会話するなんて。ここにいたのね。寂しかったよ。
ウィニー覚えている？セーマンゴ病院であなたを見つけた時、私と一緒にいたでしょ？ええ、もちろん。まだ覚えてる。病院で。よかった。あ、マックゴナガル先生と話したんだ。でも、目の色とペンダントが違う。組み分け儀式に参加しておく。紫だね。もうすぐ始まるから、行った方がいいよ。お姉さんは青い気がする。はいはいはい、見せてくれますね。はい。お姉さんは大丈夫なの？楽しそうに見えなかったけど。疲れているだけよ。彼女をどの学年にするか決めるために先生たちが2日連続でテストしたの。結果はお見事。彼女も私たちと同じ4年生になるんだ。あ、すごいね。うん、信じられないね。たった一夏でどうやって3年分を埋め合わせたのかな。彼女は毎日勉強しているの。私も少しだけ手伝った。頼まれた時にね。でも十分にマスターしちゃった。毎日クラスで隣に座っていたみたいにね。おばあちゃんはウィニーが病院で眠っている間、誰かが呪文集を何冊か読んであげたって思っているみたい。でも私から言わせればウィニーの頭がいいからだよ。不思議だね。でも彼女が来てくれて嬉しいよ。私もよ。組み分け儀式が始まる。最初はウィニー、見逃せないね。はい。懐かしいね、組み分け。スリザリン。え？スリザリン？何かの間違いよ。私たちは姉妹で同じ寮のはずなのに。あ、だから私服になってるな、私ね。大丈夫だよ、アイビー。あなたは毎日ユニフレッドに会える。スリザリンでも多くの授業で一緒になるしね。そう、その通りね。彼女がどの寮に通っているかは関係ないよね。大事なのはスリザリンになっちゃった。一緒に学校にいること。なっとドライビアウィン。こんにちは。私はユニフレッド。あなたがカサンドラよね。妹からいつもあなたのことを聞いてるの。うん、こっちのねえ、お姉さんはブルーだね。ブルーなの？それでも私の隣に座るのかしら。もちろん私は妹と違うよ。いや、ダメよ。ミニーは彼女と友達になっちゃいけない。カサンドラじゃダメだ。ホグワーツへようこそ。懇親会が始まる前に特別なお知らせがあります。来月からホグワーツは日本の魔法ところ、アメリカのイルバーモーニー魔法魔術学校とともにインターコンチネンタルウィザードトーナメントと呼ばれる国際試合に出場します。日本の魔法ところだね。すごい。キリストレでいると思ったけど。話を続けます。トーナメントでは各地の学校から集まった参加者たちが魔法の技術、知識、精神力を競います。参加者たちはこれまでにないような挑戦に直面します。そして参加者全員の安全を最優先にするためにあらゆる努力がなされていますが、これは軽率に参加するべきイベントではありません。ねえ、安全？
でも絶対面白いね。参加したいです。賛同してくれて嬉しいです、ミス・シスルスウェイト。これまでの大会とは異なり、各校がトーナメントの一部を主催し、3校の生徒が参加します。6年生と7年生は日本の魔法ところに、2年生と3年生はイルバーモーニーに行きます。4年生と5年生のチームはここホグワーツで競い合います。1年生の皆さん、申し訳ありませんが勉強に集中してください。ブリットウィック先生、スプラウト先生、シニストラ先生が旅程とトレーニングおよび今後の代表チームの選考について協力します。皆さんに幸運を。さあ食事の時間です。え、仲間たちとこれから行われる試合について話し合う。トライウィザードとちょっと名前が違ったね。夢じゃないね。ハリーポッターの映画ね。もちろん私は参加する。ケビンも自分にとってプラスだって分かれば申し込むだろう。楽しいことになりそうだね。あんたたちはどう？参加する？多分ね。でもどんな試合があるのかもっと知っておきたい。トーナメントは絶対に安全だと校長先生が言ってただろ。ただ安全すぎるのもつまらないよね。あ、そろそろ行かなきゃ。ケビンが待ってるから。じゃあね。ケビンとロビンがすごくね仲良しになったんだね。もともと仲良しだったけどね。ダニエル、どんなに危険だって構わない。応募して代表チームに入るぞ。どうせ俺が退場してしまうかな。私も参加する。ウィニーと一緒に協力できるのなら。お前はどう？参加するのか？面白そうだし、一度ぐらい注目されてもいいかな。私参加する。はい、マグリットのカボチャ畑へ向かい、魔法動物詩、読めなかった、ごめん。あ、はい、マグリットと話す。おはよう。ちょうどロティとトーナメントの話をしてたところだ。どうだ、ワクワクするだろ。うん、私たちはみんな代表チームに応募するつもりだよ。ほほ、度胸があるな。そうかな。ハグリッド、試合について教えてくれる？そうだな、3つのチームがあり、各チームは7人の生徒で構成されとる。トーナメントでは3つの試合に挑むことになるな。どんな試合？わからん。インターコンチネンタルウィザードトーナメントは見たことがないからな。だが俺は三大魔法学校対抗試合を一度見たことがある。ドラゴンが出てきたぞ。これがあれだよね、映画のドラゴンを倒すの？これウィザードトーナメントだよね。わからんが前回はそうだった。あの時チャンピオンは一校に一人だけ。それが普通だったが、ホグワーツからはチャンピオン2人もいたのを覚えておる。誰なの？ああ、もちろんハリーだ。でもお祝いをするところじゃなかった。例のあの人が帰ってきた。そしてセドリックは、まあ、知っての通りだ。当然、悪いことばかりじゃない。ドラゴンを見たぞ。4匹もな。美しかった。あと非常に興味深い魔法使い、それに魔女も見かけたな。もう実に興味深い。
グリッド、大丈夫？ん？ああ、なんでもない。ちょいと考え事があってな。どこまで話した？三大魔法学校対抗試合の話で、いいところまで。あ、そうだ、いいところ一番はスキルートだろうな。あの、なんだっけ、尻尾爆発スキルート。マンティコアとファイアクラブを掛け合わせた生物だ。そんなことってできるのか？そりゃ大変なことだ。おっと、これは俺とは無関係だぞ。あれをやるのは違法ギリギリだしな。この滑稽な授業の他の生物と同じように、それも非常に危険なのでしょ？どうだろう、ちょっとやんちゃかもしれんな。今年のトーナメントには出さないよね。いや、ほとんどは最後の試合の前に死んでしまった。でも先週スキルートの赤ちゃんの群れが見つかった。運が良かったな。何匹かは逃げ出して森に住み着いたかも。その子供も、もしくは孫だろうか。特別だろ。いいね。それはトゲなのか？そうだ、注意しろよ。もう一方の足、ここは火を吐くからな。わかった。私たちは何をすればいいの？こいつらをしつけるんだ。囲いの中へおびき寄せて、今日一日はその中で過ごす必要があるだろうな。あと、彼らを傷つけないようにな。あれ、戦う？あれ、追い払う。あ、ここ、これだ。けど、インカーセラスキューピバイ。よし、もう一匹スキューピバイ。あちょっと楽しかったけど、これでもデッキにカード入ってなかったら無理だよね。ダニエルと話す。やった、喜んでる。いいぞ、俺の眉毛が焼かれる前に早くこっちに来て、そいつを引きつけてくれ。おお、アイビー、手伝おうか？え、あ、いえ、私はもう大丈夫だけど、ミニーが私を必要としているかも。どう思う？助けてあげて、きっとあなたに感謝するよ。うん、そうだね。あ、困ってる。ミニー、手伝おうか？うん、大丈夫よ、アイビー。いいの？ハグリッドは気にしないよ。そこまで親切にしなくていいの、自分でやるから。そう、ごめんね。あ、カサンドラが助けてあげた。彼女は確かに助けが必要かもしれないな。カサンドラが彼女を助けた。本当なら私がそうするはずだったのに。ウィニフレッドは多くのことを経験してきたんだ、アイビー。人は変わるし、もしかしたら彼女はもうお前の知る姉じゃないかもしれない。あなた、自分が本当に何を言ってるのか分かっていないね、ダニエル。
そんなことを言う必要はないよ、ダニエル。ああ。だがアイビーの目を覚ましてやらないと。ウィニフレッドに何が起こったのか、誰も知らない。見た目がアイビーそっくりかもしれないが、俺たちは彼女のことについて何も知らないだろ。だから私たちは彼女のことを知らなければならない。アイビーのために。いいだろう。ただしトレーニングに支障が出ない範囲でな。本気でトーナメントに取り組むなら一緒にトレーニングしよう。私たちの中から少なくとも一人がチームに選ばれるための最良の方法だよ。ちょうどそのことを考えていたところだ。夕食後、杖を持って談話室に来て。あと、よく効く治療薬も。練習？え？魔力10のみで。マジか。ん？何がいる後ろに。アクション。あ、マジか。インカーディア。私の友達のインフラータ、そこのユニコーン。友達のためなら安心して、私が守ってあげるよ。うん、うん、あ、もうない。マジ。あとは危ない。やめて、頑張れ。危なかった。ねえ。はい、クリアです。魔力10か。大変ですね。
ですね。はい。アイビーと会話する。ああ、じゃあ、4の1のボス戦みたいな感じだね、今のね。はい。ん？どこ？あ、はい。今までで最高のトレーニングだね。あなたたちのプロテゴは格段に良くなったよ。ありがとう。アイビーの教え方がうまいからだよ。代表チームに選ばれたら間違いなくあなたのおかげだね。選ばれるといいね。あなたと練習することで私自身も成長できたよ。ダニエルにも感謝しないとね。いいけど、次は少し手加減してくれないか。お前たちの呪文を防ぐのは本当にしんどいんだ。俺はこの2週間でもう肩が壊れそうだよ。手加減？試合はこんなに甘くないよ。尻尾爆発スクリューと、もしくはドラゴンに出くわしたらどうするつもり？ダニエル、私と一緒にトレーニングするって言ったの忘れたの？ああ、もちろん覚えている。こんなに痛いとは思わなかったけどな。おはようございます。おはよう、ロッティ。ね、彼女に聞いてみた？朝食を一緒にというお誘いでしたよね。お姉さんに聞いてみましたが断られてしまいました。本当に残念です。アイビー、他の予定があるみたいです。そうね、彼女はいつも自分の考えを持っている。とにかくありがとう。ケビンに新聞のニュースを尋ねる。ケビン、何かいいニュースはある？日刊予言者新聞にトーナメントの記事は載っているの？ないよ。ロンドンの地下鉄に洞窟トロールがいるというのがあるけど、これは何の関係もないと思う。興味深い記事といえばこれかな。ついに魔法省がノットミーの身柄を確保。何？全員捕まったのか？少なくとも一部のメンバーだと記事にはそう書かれている。匿名の情報提供により、悪名高き魔法使い組織ノットミーのメンバー5名が逮捕。5人とも犯行は認めたが、服従の呪文によって操られていると主張。ほら、写真もあるよ。エリオットの姿が見当たらない。あなたはどう思う？匿名で通報した人物がエリオット本人だとしたら、あってもおかしくはない。やつはノットミーを離れて自分の組織を作るって言ってたしな。俺はやつがノットミーを乗っ取るつもりだと思う。それっていつの話？確か最後にやつに会った時だ。セーマンゴ病院で組織に加入しないか誘われたな。え？そんな話は聞いてないよ。当然断ったんだよね。ねえ、何をひそひそと話しているの？オーケー。それよりちょっと離れてもらっていい？アメリカンパンケーキを取りたいから。パンケーキ？新メニューだね。あ、そうですね。素晴らしいことですよね。私たちのゲストがホームシックにならないよう、厨房では郷土料理を用意してくれているのです。すごい、お魚が焼かれるんだ。はい。ここにはキャンディーボンボン、ヤンチョビスケットサンド、シンギングサンライズ、ハッピーグリルフィッシュがあります。私は納豆が特別大好きなのです。あ、納豆があるな。納豆？なんだそれ。発酵した豆でとても美味しいですよ。食べてみてください。やめとく。聞
キッパーでも食べるよ。ありがとう。ってことはもうすぐ他のチームも到着するの？ホグワーツの他のチームは夕べ出発したからそうなると思うよ。実はまだついていないのに驚きだよ。早くしないと朝食を逃してしまうね。いいね、奴らを空腹にさせてやれ。ダニエル、ホストとしてちゃんとしないとですよ。他の学校が私たちのチームを親切にもてなしてくれなかったら嫌でしょ。俺は自分のチームのことしか眼中にない。まず選ばれることが前提だね。今はまだ誰も選ばれていないだろう。ケビンと私が出場登録した時、あんたの名前はなかったよ。お前たちはもう申し込んだのか。どこでだ。やあ、おはよう。まだ授業は始まっていないと思いますが。トーナメントにエントリーしたいのですが。素晴らしい。さてと、用皮紙はどこにしまったか。お、それで呪文を唱えるか、薬を調合するか、それとも何か他のことをするのですか。俺たちはずっとトレーニングしていて、たくさんの準備を重ねてきました。もう万全の体制です。いいですね。しかしその必要はありません。君たちのサインだけで十分ですよ。しかしサインする前に覚えておいてください。トーナメントは安全ではあるものの、体と心にとっては大きな挑戦となるでしょう。想像を絶する努力をしなければ、選ばれし者を待ち受ける試合をクリアすることはできません。君たちは限界まで追い込まれる。もしかしたら限界を超えていることさえあるかもしれません。あれ、なんかずれてたよ。それでこれは拘束力のある魔法の契約とみなされるのですか。ええ、そうです。一度署名すると後戻りはできません。もし選ばれたら必ずトーナメントに参加してください。待ってください、先生、私の姉はサインしましたか。どれどれ。いいえ、彼女の名前は見当たりません。どうやらそうでもなさそうですね。ウィニー、私のメッセージは届いた？トレーニングについてのやつ。うん、カサンドラがトレーニングを手伝ってくれてる。そう、わかった。全員がチームに入れば一緒にトレーニングできるでしょ。またはあなたがチームに参加して、私が参加しない場合でも手を貸せるね。彼女がどうしてチームの一員ではない人に助けを求めるのかしら。全く意味不明ね。ごめん、私はお姉ちゃんと話をしているの。知ってるわ。でもまだお分かりになっていないのかしら。ウィニフレッドはあなたの助けを必要としていない。本当なの、ウィニー。そういうことだから、アイビー。ねえ、置いちゃったよ。あなたのせいよ。残ってる。私のせい？私のおかげであなたのお姉さんは隅っこで一人ぼっちじゃないの。ウィニフレッドは私を信頼している。彼女はあなたが怖いのよ。
違う、嘘だ、そんなの全部嘘だ。お二人とももう十分でしょう。言い争いはやめて準備しないとですよ。ほら、お客さんが来ましたよ。シーンでもあったね、ムービー。え、大広間ヘムか。あ、でもちょっとだいぶ少ないね、人は。魔法ところとイルハーモニーの皆さん、ようこそ。皆さんが楽しい時間をお過ごしになれることを心から願っております。運が良ければそこから何かを得ることができるでしょう。今夜はあなた方のチームと一緒に競い合うホグワーツの代表を選出します。それまではリラックスしながら交流して新しい友達を作ってください。なんか喋ってたんだね。はじめまして、あなたの名前は？こんにちは、僕は小林健二。あ、日本人？あ、そうなんだ。ハリーポッターで日本人は出たことないよね、きっと。好きになりそう。魔法も作ってた。退屈だわって言ってたね。ああ、みんな、お話ししてるね。君のローブは、本当に年齢を重ねるたびに変化するの？え？はい。僕たちは共に成長していて、学業の成績によって色も変わる。え？着ている服の色で成績がバレるの？それは嫌だな。私のローブは間違いなく最悪の色だね。少し聞きたいんだけど、僕たちが来た途中の森は何だろう。すごく興味深い。君たちは西から来たんだよね。ということは禁じられた森。あ、入れないけどね。つまりこっそり忍び込めるんだよ。でも捕まったり命を落としたりしないように注意しなきゃってこと。森には野獣やら何やらがたくさんいてちょっと危険なんだ。野獣、なるほど。近づかない方がいい。野獣は皆危険だし予測不能だからね。大丈夫？うん、大丈夫。用事があるから僕は行くよ。ちょっとこっちに。紹介したい人がいるからダニエルも来て。バイオレット、こちらが私の友達バイオレット・キュー・ウィリアムズ。イルバーモーニの生徒よ。バイって呼んで。友達からもそう呼ばれているしね。呼ばなくても大丈夫、ただのニックネームよ。ちなみに Q はクエンティンの略。聞かれたことがないけど。あ、ごめん、緊張するとつい喋りすぎちゃう。大丈夫。それよりポーチの中身を見せてあげて、バイ。ほら、この子はママクラップで、あと他のマグル犬の血統も少し入ってる。かわいいでしょ。ナノが大好き。もう十分だ、バイオレット。敵と関わるな。行くぞ、チームミーティングだ。
めんね、行かなきゃ。別に行かなくてもいいのに。私たちが喜んで案内するよ。あ、ごめん。おい、気をつけろ。ごめん、ちょっとつまずいちゃった。わざとやったのでは？俺たちの間ではそれを挑発と呼ぶんだ。フレンド、買ってやる。買ってやるって何を？喧嘩を買ってやるって言っているんだ。さっさと杖を抜け、俺は暇じゃないんだ。本気で決闘する気か？今？揉め事を解決する方法が他にあるとでも？イルバーモーニーではいつもこうしているぞ。新しい友達同士のちょっとした決闘だろ？大したことじゃない。もちろんお前が怖いというのなら別だがな。あれ、また戦闘？ああ、みたいだね。え、また制限があるのか、いやないのか。インカーセラ、ステューピファイ。分かった、ただのテストに過ぎないわ。ステューピファイ、ステューピファイ。わレンタス、プリテンド。戦闘でしたね。アイビー？アイビー？ちょ、ん？ごめんね、リゴは昔から大騒ぎを起こすのが好きなの。私も行かなくちゃ。ちょっと待って、もし後でまたホグワーツ城を見学したいなら、私たちは喜んでガイドをしてあげるよ。そんなに優しかったなんて、ありがとう。やるじゃない。まずは偽って敵に近づき、彼らの弱点を学び、最後に一人ずつ倒していくのね。何よそれ、そんなんじゃないよ。私の前で偽る必要はないわ。あなたって意外と頭が良かったのね。カサンドラに褒められても嬉しくない気がするね。はい、大広間に戻る。緊張している？イルバーモーニーの選考の時、私も緊張したよ。子供の頃から私はいつも最後に選ばれるの。ノーマジの時、ごめん、マグルだった。あ、ノーマジはね、のファンタスティックビーストの中のアメリカ側の言ってんだよね。
イギリスとかヨーロッパはマーグルだよね。そうなのか。人間のことね。非魔法族。呪文、呪い、魔法薬。ダニエル、今はそんな話をしている場合じゃないのよ。大丈夫だよ、アイビー。内部情報を知りたいんでしょ。まあそれについては教えてあげる。魔法ところのキャプテン伊藤由美は間違いなくチームの中で最強だけど、あの小さな男ケンジも甘く見てはいけない。気をつけた方がいい。本当か。ええ、不思議なことにケンジはほとんどの仲間から嫌われているんだ。理由はわからないけど。あ、ビゴが来た。行かなくちゃ。3番目にして最後、ホグワーツ魔法魔術学校の代表チームを結成する時が来ました、ブリットウィック先生が全ての志願者の名前を集めました。先生、お願いします。さて、ご覧の通りかなりの数の応募者がいます。ホグワーツの4年生と5年生のほぼ全員が登録したようです。素晴らしいです。残念ながら選ばれるのは7人だけ。最初の候補者はアイビー・ワリントン。あ、すごい。次の候補者は私、この人。この人だけ。はい、アイビーとかよ。選ばれた。信じられない。私たちチームの一員だよ、アイビー。すごいよね。うん、すごい。これもあなたのおかげね。あなたが助けてくれなかったらきっと入らなかったよ。お互い様よ。ダニエル、やったよ。選ばれた。見てたぞ。お前らが喜んでいる間に他の3人が選ばれた。全員5年生だ。うん、ごめん。次はきっとあなただよ。次は、ん？あ、ケビンだ。面白い。ケビン・ファレル。ケビン、あんた選ばれたよ。僕が選ばれた？え、そんな。残る枠はあと1人。俺のはずだ。最後の一人は、お願い、ミニーが選ばれて。カサンドラ・ボール。あ、そうだね、カサンドラは優秀だもんね。素晴らしい。3つのチームが誕生しました。最初の試合は来月。魔法の知識を競う戦い、魔法ところの指定です。皆さんの健闘を祈ります。はい、アイビーと話す。え、え、どこ行っちゃった。アンニエルに追いつく。え、残念だったね。ダニエル、いいよ、お前は頑張ってるから。アイビーもな、分かってるから。でも私たちに魔法薬の知識が必要になったら手伝ってくれるよね。もちろんだ。助けが必要なら何でも言ってくれ。ああ、ここにいたんですね。一緒に来てください。ルールを読まなければいけないですし、リーダーも選ばないと。グズグズしてはいられません。いよいよ本番ですよ。グズグズしてる暇はない。いいことが起こるんだ。遅かったな。その顔じゃ選ばれなかったようだな。友達だけだ。俺は選ばれていない。いいことだ。僕が言ったように、選ばれれば気が散る。
君は任務に集中するんだ。やるべきことはたくさんある。そうはならないさ。絶対にな。僕を失望させるな。え？が分からないよこれ。え、なんだろうこれ。ん？どこ？これ。上かな。ああ。あ、これで叩くのか。ああ。エクステリ。インカーセラ、火場付きフリスビー、雪玉、エクスパルソ、オパグノ、はい。これも難しいね。え、これストーリーに関連があるのかな？ねえ。ミッションクリア。え？あ、やっぱりこれでクリアなんですね。はい。難しいね。はい。あ、これで、ん？なんかスティックビースト。あら。え？これで終わり？あ、チーク消えましたね。はい。ん？報酬いただけたのかな？いただけたみたいなね。はい。今回は4の2までですよね。はい。そうだね。ここは8月7日のアップデート。4の3が。ということです。はい、メインストーリー。4年生ですね。新学期来ました。新たな始まりでした。はい。じゃあまたです。バイバーイ。